参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。今回は本日の3月27日の、国会での活動を振り返ってみようと思います。まずですね、本日午後、大体13時頃からですね、財政金融委員会がありました。ですね、この委員会で、やったことはですね、所得税法等の一部を改正する法律案と、あと、関税定率法等の一部を改正する法律案、これの採決をしました。これにたか、この2つのね、法律案に関する質疑っていうのは、何度かね、先週、先々週、今週と、結構な時間をかけて、議論はしました。私もね、何度か質疑させてもらったというのもありますけど、質疑自体はもう終わってて、あとは最後、本日は、基本的にはもう委員会で採決をするということでして、所得税法等の一部を改正する法律案は野党側は反対かな。で、あと、関税定率法等の一部を改正する法律案は、ほぼ全会一致で、可決ということになります。基本的にはね、法律案、委員会で、話、委員会で、質疑をね、質疑、あと、回答をですね、議論をして、ということになります。で、それぞれの委員会で、可決して上がってきたものが、本会議に。の議論、失礼、ね、採決の対象となって法律として成立するものだと思います。ちょっとね、細かいところ間違ってるようなら教えてください。というわけで、本日は午後に、財政金融委員会が、あったということで、いつものような、質疑とかそういう形じゃなく、すぐにね、2、30分で終わるような会でした。で、あと、本日ね、1時から、幹部会見やる予定だったんですけど、財政金融委員会が、ちょっとね、遅くなった、開始が予定よりちょっと遅くなったということもあるので、それで少し私の、幹部会見は遅くなりました。そうですね、なんつうのかな、無理して自分一人の時は、というか、こういうスケジュールがちょっときつい、時は、もう無理してね、幹部会見はもうしなくてもいいのかなと。自分一人だったんで、しかも幹部、参加できる幹部っていうのが自分一人だったんで、そういうことも含めて、今後ちょっと検討していこうかなと思います。あとですね、それが終わった後にですね、14時から、本会議がありました。いくつかの、ね、法案の採決があったり、あと、最初にあったのが、予算案の採決でした。一般会計、令和2年度一般会計予算と、あと特別会計予算と政府関係予算、政府関係機関の予算かな。それで、採決があってですね、あといくつかの法案の採決がありました。本日なんですけど、その採決っていうのは基本的にはボタン式なんですよね。ボタンでね、議場のそれぞれの席の前に、ボタンがあってですね、その対象となる時間になるとね、そこがひねななんつうかな、ボタンが押せるようになると、賛成、反対、あと取り消しボタンっていうのが、3つあるわけなんですね。だから、賛成押せば賛成だし、反対押せば反対だし、何も押さなかったら、ある意味棄権ということになるかと思います。そんな感じで、ボタン式が普通なんですけど、法案、これまでのものだとね、これまでのものっていうのは、これまで自分が本会議参加して、参加した採決に関しては、それがそう基本なんだと思うんですけど、今日は予算案の、採決に関しては、札でしたね。札というか、こんな木札、名前を書いた札があって、白と青のものが、自分の机の
前に設置されてるんですね。で、それを取って、賛成なら白い票、賛成なら、反対なら、青い票を取って、議場の国会、議事堂の本会議場のですね、舞台って言っていいんですかね、ちょっと 名前ちょっとよくわかんないんですけど、一人一人が、議員一人一人が、ね、歩いて、ぐるぐる回っていく、ぐるぐる回りながら投票していくシーンです。はい、以前、山本太郎さんが牛歩戦術をやったのも多分あれじゃないかなと思うんですけど、はい、予算案に関してはちょっと、ね、特別なんでしょう。はい、それで、投票を、初めてそういう投票をしてきました。はい、で、本会議、その後はですね、いくつかの法案に関して、採決があったんですけど、いくつかね、討論、反対討論、反対討論の、人が、いてですね、というのがありました。そういうこともあってですね、単なる採決だけだと時間はそんなかかんないんですけど、いくつか、討論というか、討論というのか、はい、の方がいてですね、結局、大体2時間5分ぐらい、2時間ぐらいの、本会議となりました。ちょっとね、そんなこんなでなんとか終わりました。本会議はね、ちょっと席が挟まれ、両側ね、挟まれていることもあって、なかなか自由に動けない窮屈なので、時間が長いとちょっと大変なところではありますけど、ちょっと我慢します、それぐらいは。で、その本会議が終わった後にですね、法案が、予算案とか法案がいくつか、ね、通過した関係もありまして、それで各、ね、政府の方が各会派室を回って挨拶っていうのが結構あるんですね。で、今回は総務省の方が挨拶に来られましたし、あとですね、予算案が通ったこともあって、安倍首相、麻生大臣、政府の中心の方が、ね、挨拶に来られて、自分もね、初めてね、安倍首相と、対面して会釈ぐらいでしたけど、そんなところもありました。で、麻生さんには、頑張れよって言われましたけど、はい。在勤では何度もね、やり取りさせてもらったということもあって、いうこともあります。はい、あとは、そうですね、厚生労働省の方も、ね、来られ、挨拶に来られまして、加藤大臣と、あとはですね、ちょっと名前全員知らないんですけど、自見花子政務官か、はい、あの方は、医者ということもあって、少しだけね、本当に少しだけ、挨拶程度でしたけど、顔見知りにはなれたんで、そういう意味では、いい機会だったなと思います。とにかく、いろんな会派の挨拶が、あったということを、報告させてもらいます。というわけで、今日はね、特に質疑があるわけでもないですけど、本会議、基本的にはもう、座ってるだけっちゃだけなんですけど、なんだかんだで疲れる、そんな一日でした。はい。来週の火曜日にですね、財政金融委員会の質疑がまたあります。質疑がですね、18分もらってるのかな。そこも、これからまた準備して、土日、準備していこうかなと思います。日曜日はね、福山市の方、私行きますので、福山でお会いできる方、おられましたら、よろしくお願いします。はい。というわけで、本日、金曜日ですね、プレミアムフライデーという日ですが、なかなか覚えてる人は少ないんじゃないですかね。もはや忘れられた、そんな感じがするようなところでもありますけど、
まあとりあえずそれはどうで、まあ、置いておきましょう。はい、というわけで本日ね、まああんま長々とお話ししても仕方ないので、そろそろ終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。